こんにちは。この動画ではテスト1週間前の様子をお届けするんですけど、まあ、ほぼメインが勉強なのでアフレコでお届けします。レッツゴー。勉強の時はこのプレイリストを聞いてモチベを上げます。このセメスターももう折り返しまで来てて、最近はテストとエッセイにも毎日追われててヒョロヒョロで、もう心が折れそうです。で、今イングリッシュのクラスも取ってて、そのクラスは結構内容が難しくて、で、今やってるエッセイはその引用する文献をリサーチしなきゃいけないので、もうそれがすごい苦手で、もう1日20時間じゃ足りないよって感じです。で、この日は確か授業の後にライブラリに来てて、この日の授業でプロフェッサーがテストに出る部分を教えてくれたので、それの答えを必死に授業のパワポとか教科書から必死になって探しているところです。で、今はこの学校のライブラリの2階で勉強してたんだけど、この2階の部分、まあ、1階も結構勉強できる机とかスペースがあるんだけど、2階はこうやって見てわかる通り机が個々で分かれてて、仕切りもあるから人目もあんまり気にならないし、自分のやることにすごい集中できる、おすすめでお気に入りの場所です。プロフェッサーによってはこうやって授業の時にテストに出る部分を教えてくれたりもするから、テスト前は要チェックです。このライブラリーの2階から1階を見渡せるようになってるんだけど、その1階が見渡せる方の机の端っこの机のところがお気に入りスポットです。あー、カメラ動いてる。気を取り直してまた勉強していきます。なんか家で勉強すると、まあ、隣にベッドがあるっていうのですごいだらけちゃうから、やっぱライブラリーに行くとめっちゃ集中できるから、テスト前とかそういうちゃんと勉強するときは結構ライブラリーにこもってます。最近気づいたんだけど、なんか意識的にそんなにディズニーのやつ集めてるつもりなかったのに、なんかふと見てみると、あれ、なんかディズニーのものやっぱ多いなって思うことが最近の気づきですね。多分選んでるんだろうね。このイヤホンケースもそうだし。勉強が終わったみたいで、今から多分家に帰りますね。家に帰ってまた多分そこから勉強をします。エアラインの授業で使う教科書をオンラインとペーパーで間違えて同じの2冊買っちゃったのね。で、アメリカの教科書ってめちゃめちゃ高いから、もうみんなミスしないようにちゃんとチェックしてから買ってください。あんまないと思うけど。あ、暗かった。今日は赤くらいだ。なんていうの、これムービーナイトに来ました。学校だけどね、テスト中の息抜き、念願のね。これいらないかも。フラッシュだから真っ暗だけど、始まる前にあ、逃げてる。コーン食べ終わっちゃいそう。めっちゃしみしみで美味しいの。逃げちゃった。おはようございます。朝ごはんで、見てこれ、パン焼いて生クリームつけてバナナと冷凍いちご乗っけて、じゃーんって感じです。美味しそうでしょう。やっぱね、テストウィークはね糖分不足になるんで、糖分朝から摂取します。イエイイエーイ。今日はね、昨日の J リーグの試合を見ながら朝ごはんを食べます。いただきます。
またまたライブラリーにやってきました。これね、また同じ席なんだよね。この机の向こう側にある柵の下がもう1階が見渡せるようになってる席で、もうこの端っこが落ち着くので、ことで今日は多分英語のエッセイのあのリサーチをしてるところですね。これはもうこのエッセイのリサーチが本当に本当に嫌いで、なんでかっていうと、その自分の言いたいことを助けるためのソースを探すんだけど、もうそのソースが一向に見つからなくて、ドンピシャがね。でなんか時間経つとセッション切れとかになっちゃうから、いいなって思ったものとかもどっか行っちゃったりもたまにするから、もう本当にストレスだけど、まあ、エッセイだからやんなきゃいけないので、今週は頑張りました。とても。でこのパソコンの裏についてるこの剥がれてるシール、なんだろうって思う人いると思うんだけど、これはこっち来てから友達と交換した名札なのね。だからすごい思い出のものだから剥がしたくないけど、剥がれてきちゃってて、今ちょっとどうしようかなって考えてるところです。このエッセイのイングリッシュのクラスは、あの日本人が一人もいなくて、でほとんどネイティブだから授業の進みも早いし、やってることがそもそも難しいっていうのもあって、もう結構辛くて、今まで取った授業の中で一番結構しんどくて、まあ、心折れかけながら、まあ、なんとか頑張ってます。テスト前の1週間はこんな感じでライブラリーで勉強したりとか、まあ、家でも勉強したりして、まあ、結構あの余裕がない感じですね。残り半分、日本帰るのを楽しみに頑張ります。動画は終わりです。バイバイ。 Lullaby。